はい、というわけで身になりました。冷蔵して一晩置いておきましょう。はい、というわけでちょっと変わり果てた姿になってしまいましたが、いただきましょう。ライドですね、結局サイズ的には73センチになってて、で重さは 2.7 キロでした、まあ、かなり痩せたけど1センチだけ大きくなってるって感じでしたね。はい、うん、よくわかりません。まあ成功というよりは、まあはっきり言うと失敗だとは思いますが、とりあえず食べましょう。今回は唐揚げと天ぷらです。揚げ物ですね。ご要望が結構多かったといいますか、まあ、そうすれば美味しいんじゃないというお声を大量にいただいております。多分ね、うまいと思います。普通にですね、揚げ物向きの身なんじゃないかなと思いますけれども、試してみましょう。はい、どっちがうまいか調べてみましょうか。こちらです。もうありもの使います。よし、それじゃあちょっと開けてみましょう。匂いするかな。しない。いや、全然匂いしないな。やっぱさばいた時はそのね、体表の匂いがするけど、まあ、水切って塩振って冷蔵してたんですけど、まあ、匂いはやっぱほぼないっすね。うん、ないな。なんかなんでってぐらいないな。これちょっと実は塩漬け冷蔵庫置く前はちょっと匂いしてた気がしたんですけどね、なくなりましたね。やっぱりそういうことなのかな。すごいな。よし、じゃあちょっと中骨取って柵にしましょうか。よし、まあ、ちょっと中骨あったんですけど骨も取りました。それでは揚げますか。はい、切り身にするとこんな感じです。いや、めちゃめちゃうまそうなんですけど、決して刺身で食べてはいけません。はい、左が天ぷら粉、右が唐揚げ粉ですね。どっちも水で溶かすんや。これどう違うのかよくわかりませんが、色は明らかに違うし、内容物もどうやら違いそうです。まあ揚げてみましょう。ちょっと小さく切ってあげますか。いい感じですね。まず天ぷらいってみましょうか。お、これいいんじゃないですか。はい、不安なんでめっちゃ揚げてます。はい、揚がりました。ちょっと食べてみましょうか。よし、それじゃあ代表が毒味しますよ。まあまずいわけないと思うんだけどな。ほら、サクサクそうですよ。いただきます。うん、普通にうめえな。いや、やっぱ味が魚の味がするな。うまいですよ。揚げ物に適した。いや、だよね。身じゃないみたい。うん、どう見たって揚げ物向きの身ですからね。まあ、今までちょっと素材の味を確かめる意味でいろいろやってきましたが、いや、それ揚げ物うまいわ。普通にうまい。なんかその辺の白身魚よりも普通にうまい。味が濃いな。驚きですね。よし、まあ天ぷらもう成功ですよ、これは。ここから普通に食べる普通に食べる回になりますね、これ。唐揚げ行きましょう。はい、唐揚げです揚げております。売ってる粉を溶かして衣にして揚げただけですね。どうなるでしょうか。さあ、できました天ぷら食べて大丈夫だったんで増えましたね。いただきましょう。唐揚げの方です。さあ皆さん、まあ、唐揚げはこのまま食うんでね。いただきます。うわ、いい匂いする。うん、普通にうめえな。私は天ぷら派です。正直に言うと差がよくわかんねえな。天ぷらもうまかったし、まあ、唐揚げの方がやっぱうまいかな。でも、うん、素材の味を食べたい人は、楽しみたい人は天ぷらの方がいいかもしれません。めっちゃ不安だったら唐揚げ粉使った方がいいかもしれないですね。唐揚げにそもそも味ついてるんで。いや、どっちもうまいっすよ。うん、唐揚げの方がうまいかな。いや、個人的にはこっちの方が好きかもしれません。いいじゃないですか。よし、それじゃあ一旦判定しとこうか。伊予さん天ぷら、代表唐揚げ、さあ NZW の判断は
天ぷら。お、天ぷら。お、やはり天ぷらに割れました。てか天ぷらに傾きました。お、どうでした、どういうこと、味が分かったってこと。うーん、まあそれもあります。なるほど、やっぱりちょっと味が、あ、ちょっとつけすぎみたいな。あー、そうか、なるほど。そうね、まあ割れたんで、どっちがうまいかって本当個人差あるかもしれません。まあ試してみたらいいんじゃないですか。そんな、そもそもどちらも面倒じゃないんでね。あ、そうだね、捕まえて捌くのが面倒ですね。そのような感じでした。はい、まあどっちもうまいっすね。うん、本当に微妙な差ではあるな。天ぷらの方がやっぱりその魚のうまみというのは分かりやすい感じでしたね。はい、それでは現れた、食べていただきましょう。天ぷらです、これ。塩かけた、かけました今。どうぞお食べください。腹減ってる。いただきます。お、はい、じゃあ大丈夫だ多分。ライガー食べたことある？マヨネーズで焼いたの食べたことあります。あれは硬かったです。あ、じゃあちょっと厚切りでやったやつかな。そのマヨネーズで焼いたのはどういう経緯で？え、ここで。あ、ここで？あれ、ここでやったっけ？やりました、ね、マヨネーズで焼いたっけ？なんか全然気をつけない。焼酎、お酒に。あー、はいはい、やったね。やったわ。味がする硬い何か。あ、みんなやったやつね。やったわ。あれ泡盛ですわ。泡盛につけたら泡盛臭くなって苦くなったんだよな、なんか。そうだ、最初のやつじゃないですか。一番初めですか。そうか。匂いを気にしすぎて手をかけすぎたんだよ。で失敗したっていうパターンでした。今回もうモロっすよ。モロ。めっちゃ美味しい。お、素晴らしい。あ、どうぞ。唐揚げです。なんかもう本当鶏肉に見えるな。どうでしょうか。うん。あ、なくなった。なくなった。あ、やっぱりそうなんですね。違う。そう。俺ちょっと味覚があれなんだと思った。味がついてたらうまいって感じてしまうレベルの味覚なんだと思った。でも美味しい。一般消しそうなんだ。そう。やはりそうか。なんか味がね、濃いよね。衣が買っちゃってるみたいな。そう、あ、そんな味しかしない。あ、なるほど。それがダメなんだな。というわけで、やっぱり天ぷらの方が人気のようです。